はい、ただいまですね、東京都町田市のつくしの駅来ております。金曜日の妻たち3のねロケ地巡りでございまして、今日はですねこのつくしの駅近辺のロケ地をね紹介したいと思います。はい、まずはですね第1話の最初の方で子供たちがね駅から走ってくるシーンがありまして、そこにねこのねこの銀のモニュメントが出てくるんですよね。でここからね子供たちバーッと走っていくわけですね。ここのですね階段のこの辺をこう降りていくわけですね、子供たちね。そしてね子供たちはこのね滝の前をずっと走っていくわけですね。ここね、この辺でしょうかね、ここをずっとね走っていきますね。このね駅前のシーンは結構出てくるんですけど、ここをねキリコが降りてるシーンございますからね、ここのねちょうど階段降りてるシーンもありますからね、ここね。まあこの駅前はですねまあそこそこねまあ出てきますよね。はい、つくしの駅がね今ここにありまして、ここね前の広場になりますね。そしてね前に東急ストアがありますと。そしてこの道ですね、ここの奥にずっとね商店街がつながってて、そういう感じのね駅前の広場の様子でございます。はいはい、次はですねちょこちょこ出てくるこの喫茶店のシーンですね。この喫茶店があったの場所はこのスクエア3っていうねこの建物のこの1階部分ですね。そしてですねこのね窓のアングル確認してみますと、まあこんなアングルですよね。奥のねこの屋根とか同じですからね、ここで2人話してますからね。このアングルはですね確かねオープニングでも出てきますね。どうでしょうか、この道のアングルだとここにねこの東急ストアが映ってて、まあ、反対側だと、まあ、こんな感じのアングルで見えてるでしょうかね。はい、こんな感じですね。そしてですね第9話でですね今度はね3人がこのラーメンを食べてたシーンっていうのがありまして、そこのね食べてたラーメン屋というのがこのね同じくスクエアビルの、このね2階のこの部分なんですよね。食べ終わった後3人がね降りてくるシーンあるんですけど、そこズバリねここですからね、ここ3人降りてますからね。ですからやっぱりねこの上のところで、3人食事してますね。おそらくですけどここのね席で食べてると思うんですけど、ここに食べてるとすると反対のアングルこう見るとこんな感じなんですよね。どうですかね、このねこの部分一緒ですからね。はい、やっぱりねそう考えるとやっぱここでね3人食事してましたね。まあ今は、S ってなってますが、当時は中華料理店だったんでしょうかね。はい、はい、次はですねドラマで出てきたこのスーパーのシーンですね。このスーパーマーケットがあったのはおそらくねこの前のね東急ストアのここだと思いますね。ここはねおそらくね38年変わらず営業していると思われます。ちょっと前のシーンをね確認したいと思います。どうやらここのねストアの前に電話ボックスがねあったっぽいんですよね。今はねちょっとなくなってますけど、ここでね電話してるキリコとか出てきましたからね。はい、どうでしょう、ノロがねこう自転車乗ってるシーンはおそらくこの辺になるのかな。はい、でね3人がねこのね東急ストアのこの前でね話してるシーンがありまして、この後ね3人がね駅の方向かって歩いていきますね。そのアングルが、まあ、このアングルですからね、うん、ちょうどねこの横断歩道を3人がこう歩いていくわけですね。はい、ですからちょうどやっぱりねここの前でね3人がねこう話してるのがねもう変わらず分かりますね。はい、そしていよいよですねこのね前にあるこの商店街があるこの場所、ここもね、ロケ地いっぱい出てきましたね。ここちょっと今からね照らし合わせてみたいと思います。はい、それでは次はですね来たこの八百屋のシーンですね。この八百屋がですねここのね商店街にあるはずなんですけど、いや今どう見てもねないんですよね。まあ、ないどころかこっち側の方に家が立ち並んでてね、こっち側の商店街も途中にね家が並んでるみたいなね、
いや、ここ本当商店街だったのかなって一瞬思うくらいなんですよね。いやというわけでですね、もう近くにね散歩してるおばちゃんに聞きました。聞いたところね、八百屋の位置一発で分かりました。そのね八百屋があった場所はなんとこの家の、だってこの辺だそうなんですよね。はい、もう見事ね商店じゃなくてもう一軒家になってるわけなんですよね。ですからね、ここでね、おこまがね買い物してるところに、キリコが来る場面ありますよね。そしてですね、その反対アングルから、ノロが来るんですよね。その反対アングル比較するとこんな感じなんですよね。もう一緒ですからね。まあ、というわけでですね、やっぱりねここのね家のところにねやっぱ八百屋があったって考えてね、これ間違いないですね。はい、まあ、ここのねちょっと反対アングルはというとこんな感じなんですけど、まあちょっとこの辺も全然違いますかね。そしてですね、今度ねおこまとキリコのシーンもこの辺ありまして、ここをね2人歩いてるシーンございますからね。ね、この右の家とかも映ってるんですけど、ここら辺もねちょっと微妙ですけどね。でね、2人がねここをずっと歩いてきまして、どうでしょう、おそらくねこんなアングルでねこう撮ったのではないかと思いますね。はい、同じくここでですね2人がねこう買い物してるシーンなんかも答えますね。はい、このおこまとこの秋山がね2人こうずっと歩いていくシーンなんですけど、そこもおそらくね、ここのアングルだと思いますね。はい、いや、まあというわけでですね、ここのね商店街はですね38年前と比べてもガラリと変わっちゃってますね。特に左側ね、本当に商店がなくなって全部ね一軒家になってます。でね、右の方もね途中まで商店があるんですけどね、この辺がまた一軒家になってるんですよね。まあ、もちろんねこの道のね雰囲気自体は全然同じなんですけど、ね商店街の店自体はねもうなくなっちゃってますね。はい、はい、この後ですねおこまとね、秋山がねこうベンチに座って話してるシーンっていうベンチがねおそらくこの先のベンチなんですよね。ちょっとねそこも確認したいと思います。はい、おこまと、秋山がね2人座ってたベンチというのが、はい、ありましたね。ここですね、どうでしょう、ここで2人ね話してたと思いますね。うん、まあ、ここにね、おこまが座ってて、ここにね、秋山がいると。ここはね、おこまのシーンでも出てきましたね。同じくここにね座ってるねおこまといますからね。でその後がここを一人で歩いていくシーンが、まあ、こんなアングルでね同じアングルございますからね、やっぱここで間違いないですね。はい、でこの後ね一行がねここずっと歩いていくわけなんですね。ここ、はい、そしていよいよこの先ですよ。この先がですね、あのねドラマでも頻繁に出てきた桜並木通りになりますね。ここね、はい、こうやって見てもねどうやらねこのね両サイドのねこの歩道がですね新しくなってるんですよね。ここなのでねちょっとねどうでしょうね。はい、まあ、ねここはね中央桜通りっていうんですね。ここよく見るとですね、ここずっと上に上がってて、しばらくするとね下に下がるみたいな、そんな感じの道なんですが、今この桜通りをですねずっと登ってきたんですけど、まあちょっと微妙すぎてわかんないんですけど、第4話でですねキリコが歩いてる道なんかもねだいたいこの辺ではないかと思いますね。どうでしょう、ここ止まりがあってねこんな感じで、でここをキリコがこうずっと歩いていくシーンとかね、こんな感じなのかななんて思いますね。はい、このねオープニングのシーンのこの場面ですが、このアングルがねやっぱりここの上からのアングルが一番ね近いかと思われますね。ドラマ当時はここにねソメイヨシノが植えてあったらしいのですが、今はですねあまり大きくならない違う種類の桜がね植えてあるそうですね。
まあ、ドラマ見てもわかる通り、ここね、桜のね、トンネルみたいな感じにだったそうなんですけど、やっぱりね、木がね、大きくなりすぎて、いろいろね、問題があったみたいですね。まあ、見ての通り、今はね、もう全然本数も少ないし、もうスカスカみたいなね、イメージですね。はい。あとはどうでしょう、このね、おこまの家族がこう走ってくるシーンとか、まあこのね、坂がある、こんな感じだと思いますけどね。はい。さらにはですね、この秋山家族がね、こう歩いてるシーンもまさにこのね、この辺だと思いますが、ちょっとね、具体的な場所がね、今一つなんですよね。みのるちゃんとゆきちゃんが歩いてる、ここの右に見えるこのね、レンガのこの壁ですよね。ここ微妙にね、一応同じくここにレンガの壁ありますので、もしかしたらこの辺歩いてるんでしょうかね。はい。まあ、微妙ですけどね。はい。とにかくここは、めちゃくちゃ出てくる場所でございますね。まあ、こんな感じです。はい。続いてはですね、すぐ近くにある貝殻公園やってまいりました。いや、このね、貝殻の遊具がね、ドラマでも出てきましたからね、ここで間違いないですね。はい。このね、おこまの家族が話してたこの場所は、おそらくここの上の方でしょうかね。ちょっと行ってみたいと思います。おこま夫婦がですね、こう手つないでね、この階段を上がってるシーンあるんですけど、おそらくこの前の階段ですね。そしてこの反対のアングルでしょうか。ちょうどね、このアングルで2人がね、こう上がってくるシーンありますよね。はい。そして、4人が話してた東屋のある場所はここか。ここですね。はい。ここで4人が、話してるシーンありますね。ここはですね、第9話でも出てきますね。同じくこのアングルがありまして、ここでね、ゆきちゃんとね、みのるくんが話してるシーンありますね。でね、で、ここでね、ゆきちゃんがね、衝撃的な一言言いましたね、確かね。はい。そしてこの後ね、2人がバーって走っていくんですけど、この後2人が走っていくアングルは、ここではないですね。ここの場所は、中央桜通りになりますからね。はい、こんな感じです。はい、次はですね、タケと、ミノルくんが話してたこの階段ですね。この階段がなんとね、この階段ですね。はい。タケがね、この辺に立ってる感じでしょうかね。で、上からね、ミノルくんが降りてきましたね。うん。で、2人が話したアングルも、まあ、だいたいこんな感じでしょうかね。はい。ここもロケ地となっておりましたね。はい。はい、次はですね、第13話ですね、おこまとおこまの息子、みのるがね、話してたこの階段の場所というのは、この目の前のね、この階段のこの上ですね。はい。ちょうどね、反対にね、こう、線路がありますので、まあ、ここで間違いないですね。はい。はい、おこまとね、みのるくんが座ってた階段の場所というのはね、ちょうどこの上のここですね。はい、どうでしょうか。そしてね、ここからの反対アングルがドラマにありまして、はい、こんな感じでね、映ってましたね。はい、一緒でございます。はい、ただいまね、つくしの駅の今度はね、裏側来ております。オープニングで出てきたですね、このテニスコートのこのシーンの場所、ここをね、ちょっと探してたのですが、やはりね、このつくしの駅近辺のテニスコートと言いますと、前のね、つくしのテニスガレッジってのがありますね。今、屋根がついてますが、まあね、ドラマ当時は屋根がなかったのかなと、勝手にね、考えております。同じ家がないか、ちょっと探したんですけど、この辺を。どうもね、ちょっと新しい家とかあってないんですよね。まあ、これ、すごい微妙ですけど、この家がこれでしょうかね。はい。
まあ、ちょっとねこの辺ねすごい微妙ではあるんですけどね。でこのテニスガレッジのこの前の道なんですけど、実はね他のロケ地にもなってまして、第3話でですねノロとねキッコがね歩いてるシーンありますね。そこがね僕ねここの坂だと思われるんですよね。奥の先がねちょっと微妙に右の方に曲がってるっていうのね、これ同じなんですよね。はい、再びつくしの駅前広場やってまいりました。第5話でですねキリコとね秋山ねばったり会ってね、歩いてた場所もちなみにねここの前の方ですね。はい、というわけでですね、今日は金妻3のつくしの駅近辺のロケ地紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。駅のね前の感じだったり、この滝の感じだったりね、あとこの辺のねスクエアの建物があって、奥にねこう商店街がある、さらにはですね前のねこのね東急ストアといいね、このね駅の周りの景色がですね、まあほぼね38年前と変わってないわけないんですよね。いや僕もねこう38年経ってこれだけね全く一緒な景色が広がってるとはね思いもよりませんでしたね。はい、38年も経つとですね駅前の再開発などによってね風景がガラリとね変わってる場所とかがね本当多いんですよね。結構ねこういう場所はね僕はね貴重だと思いますね。はい、僕がねこう撮影始めた時はね曇りだったんですけど、今ねちょうどね太陽が出てきましてねいい天気になってきたんですよね。ちょっと一瞬なんですけどもう一回撮り直そうかななんて思ったんですけど、いやそんな元気はねないですねやっぱり。はい、星のせいでしょうか。はい、今日はこの辺で失礼します。